私は中学校の美術の教師をやっておりましたが、勤めている時にはなかなか時間が取れなくて、退職してからこのような絵を描いて過ごしております。日本の労働者はなかなか趣味の時間が取れないようですね。ヨーロッパにちょっと目を向けますと、このイッチングという版画はイタリアの青年労働者が残業のない会社に勤めていて作ったものです。なかなか時間のかかる仕事なんですが、このような趣味を生かして働いているというのはなかなかやっぱり羨ましいですね。日本の労働者は働きすぎだと思います。日本共産党は1日8時間働いて当たり前な生活ができるような国づくりを提案しています。もう一つ私は言いたいのは、日本の国家やその中に占める文化芸術予算があまりにも少ないことです。日本の場合は国家予算の 0.1% です。韓国では 1% です。日本の10倍です。フランスの場合は 0.8%、 8倍です。このようなことでは日本の労働者も日本国民も演劇を見たりコンサートに顔を出すことはなかなかできない。もっと生活を豊かに、文化豊かな生活を実現したいと思います。そういう意味で今度の選挙には共産党を隠すつもりです。だから比例は共産党。